待ちに待ったリーグ戦、松田監督にアウェー3連戦に向けた秘策を聞きました。思わずテンションが上がる、サポーターが選ぶこれまでの名シーンを紹介。ビビ君が選んだのは、強敵 J1 鹿島と戦った天皇杯の様子もたっぷりお伝えします。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。です。今日もよろしくお願いします。お願いします。先週は大雨のため番組特別番組をお送りしたため、はい、急遽お休みをさせていただきました。誠に申し訳ございませんでした。しばらく雨が続く予報ですので、はい、皆さんくれぐれもお気をつけください。さあ先日の天皇杯も大雨の中戦ったんですが、はい、久しぶりのビファレの試合ということで、はい、もう本当嬉しかったです。嬉しかった。32日ぶりですか。本当ですよ。盛り上がりました ね。その天皇杯の様子はこの後たっぷりとお伝えします、はい。さあ先週も事前にたくさんのメッセージいただきありがとうございます。ありがとうございます。今週も皆さんからこの選手のゴールが楽しみでメッセージを募集します。ツイッターの方はハッシュタグオール VV をつけて、メールの方はオール VV アットマーク NIB.JP まで送ってください。ひろきさん、加藤ひじり選手のクロスに上中選手が合わせてゴールを楽しみです。阿部選手のゴールも見てみたいです。確かに、はい、まだまだメッセージお待ちしております。お待ちしております。さあ早速ですが、ビファーレにとって久しぶりの公式戦となった天皇杯ラウンド16、強敵鹿島との激闘となりました。J エリートリーグとリーグ戦2試合が延期となり、ビファレにとっては1ヶ月ぶりの公式戦となった18日の天皇杯鹿島戦。サポーターもこの日を待ちわびていました。サポーターも試合をホームで見られるの楽しみにしていたので休み取ってきました。絶対勝てると思ってます。頑張れ。久しぶりなんで待ってました。僕サッカー始めたのがジーコさんのフリーキック見てからだったんで、もちろんリスペクトはしてますし、一昨年のリベンジをしてほしいです。そうですよね。まあ、J1 に通用するか分からないですけど、できるだけその自分たちのペースで頑張っていってほしいと思います。決勝で国立で見たいなと思います。2年前のベスト4を超え、いざ決勝の舞台国立へ。まずは鹿島に2年越しのリベンジを果たし、準々決勝進出なるか。この日のスタメンには亀川がおよそ3ヶ月ぶり、名倉はおよそ4ヶ月ぶりに名を連ねました。待ってました。久しぶりです。開始早々ビファーレが試合を動かします、うん、左サイドに入ったマイクマが逆サイドに大きく展開。ウェリントンハットはゆっくりとした球持ちからゴール前にラストパス、これに合わせたのはマイクマでした、はい。両サイドの2人で鹿島守備を切り崩し、貴重な先制ゴールを生み出しました。3回戦の札幌戦でも早い時間にゴールして勝利しましたから、まあ、期待も高まりましたよね。素晴らしかった。さあ改めてこのシーンスローです。見てください、素晴らしい飛び込み、ナイスゴールです。雨が強くなる中、今度もビファーレンに決定機。カイオからのパスを受けたウェリントンハットが右サイドから巧みなドリブルを見せます。これすごかった。湧きましたね。しかし強烈な左足のシュートはキーパーに阻まれます。上昇軍団鹿島も反撃に出ようとしますが、特に前半はビファーレの集中した守備が光りました。素晴らしかった。21分に浴びたシュートは高際がストップ。素晴らしい。守備の要へと成長した江川も持ち前の対人の強さを見せます。そして前半終了間際にビッグチャンス、亀川のクロスに上中が飛び込みますが、鹿島のクリアに遭い追加点とはならず、ただ前半をリードして終えます。この勢いのまま後半を迎えたいところでしたが、雨足が強まり後半開始までおよそ1時間の中断となりました。この時間が影響したのか、後半は鹿島ペースに変わります。50分、鹿島はスローインの流れから低い弾道のクロスを送ると、これに海輝が合わせてゴール。後半開始早々に追いつかれてしまいます。
攻撃の方もなかなかシュートまで持ち込めません。そして60分、鹿島は今度は左サイドからクロス、エベラウドのヘディングゴールが決まり逆転を許してしまいます。さらに74分にもセットプレーの流れから痛い痛い3失点目を喫してしまいます。時間が刻々と過ぎる中、ビファーレンはゴールを狙いに行きます。しかし後半は86分に桑崎が放ったシュート1本に封じ込まれてしまいます。試合は1対3で鹿島に敗れ、一昨年のリベンジとはなりませんでした。しかし必死に戦った選手たちへ、サポーターからは温かい拍手が送られました。さあ次はリーグ戦です。リベンジしたかったんですけど、トーナメント戦だから余計一発勝負なんで強さが出ちゃったかなって思います。試合が空いてしまってたので、ちょっと厳しいかなとは思ったんですけど、リーグ戦につながるような試合をできたんじゃないかなとは思います。結果は悔しいんですけども、まあ、これを次のリーグ戦に向けて、J1 昇格に向けてまた頑張っていってほしいなと思います。まあ、残念な結果に終わりました。前半折り返したところまでは戦う姿勢もあったし、本当に勝つんだっていう気持ちを出してくれたいい試合ができてたんですけども、まあ、後半の頭がちょっと一番悔やまれるというか、足りない部分というのを勉強させてもらったなという試合になりました。いや、毎熊選手のあの1点には痺れました。あとはもう大雨で本当に背番号も見えないぐらいの中、はい、本当によく頑張ったなと思いました。そうですね、悔しい結果ですけれども、リーグ戦にきっとつながるでしょうから、はい、もう楽しみに私たちはもう、ね、応援を続けていきましょう。はい、ただあの悪天候のためにあのゲームの中止が続いていたリーグ戦ですけれども、ね、はい、今後のスケジュール発表されましたね。はい、あのこちらにまとめました。はい、まずアウェーの金沢戦ですけれども、8月25日に変わります。はい、そしてホームの山形戦は9月、来月の14日に振り返られることになりました。はい、ただおととい長崎県内の新型コロナウイルスの感染段階のステージが最高の5に引き上げられました。はい、来月の6日まで県下全域に初めての独自の緊急事態宣言も発令されました。J リーグでは日頃より感染対策も行って試合の運営を行っていますけれども、現在の状況を踏まえて来月4日のホーム琉球戦、そして来月5日の J エリートリーグにおいては、来場するファン、サポーターの皆さんに安心して観戦してもらえるように滞在時間の短縮化、そして接触の機会を少なくする対策を実施して試合を運営するということです。代替試合も含めてビファーレンは明日からアウェー3連戦となります。さあここでどんな思いなのか、チーム状況なのか、松田監督に今のチーム状況を聞いてきました。こちらです。リーグ戦の中断明けから連続で試合が中止になってしまったビファーレン、このことについて松田監督がどのように受け止めているのか聞きました。まあ、必要なことが起こってきてるじゃないかって、まあ、自分自身が捉えるようにいつもしてるんですけど、延期になったこととかっていうのは意味があることっていうか、そういうふうに捉えることにしてるのはあるんですけど、それは選手にも伝えたというか、で、まあ、一つ間違いないのは、あの戦力が着々と充実してきてるっていうか、復帰していることで、あの戦力自体は揃ってきてるっていうことはあるので、それはもう、あのいいことでしょうし、まあ、そのために起こってきたことかなっていうふうに捉えれば、決してマイナスなことばっかりじゃないなっていうのはあるので、それをこう逆手にとってというか、ピンチはチャンスみたいな。ことですけど、この起こったことでどういうことが可能性が広がったかとか、まあ、そういうふうに捉えて、金沢戦からまたね、ちょっと1週間は経ちますけど、その時のメンバーはちょっとできなかったのは残念ですけど、チームとしてはもしかしたら今の戦力で戦う方がいいっていう天の配剤かなんかだと思って、日程は過密ですけど、なんかまあ、でも総力戦で乗り切っていきたいなっていう気持ちですかね。明日から始まるアウェー3連戦、初戦の相手となる秋田の印象は、まあ、本当に嫌な相手ですよね。非常にフィジカルなチーム
フィジカルの強さを生かしてグイグイ来る、とにかく前にロングボール当ててセカンドを拾ってっていう、もうそれに徹底するっていうか形で、フィジカルをやっぱり一番の武器として前面に押し出してやってくるチーム、それは非常に理にかなってると僕は思ってるんですね。そういう相手の部分をよく理解した上で、そこをどうやってまた相手との差をつけていくかってことをしっかり効果的なサッカーをやって勝ち点差を目指したいなっていうのが今気持ちですね。鹿島の振り返りビデオから今日はトレーニングが開始したんですけど、一番もったいない悔しいと思いしてるのは本人たちなのかなっていう気もしますし、技術的なところよりもやっぱりメンタルのところの質の高さっていうのをすごくやっぱり感じたようで、集中力とか意識が高いなっていう感じがしましたね。やはりああいう経験っていうのが人が成長するには必要なことなんだなっていうのをやっぱりつくづく感じた今日はトレーニングでした。悲しい思いだとか大変な思いされてる方が多くいる中で、3試合ともハードワークして自分たちらしいサッカーをやるってこと自体は約束できることなんで、それを見て少しでも励みになっていただければいいかなっていうふうに思ってます。もうマイナスなことばかりではないと、はい、選手もね戻ってきてますし、うん、鹿島戦を糧に選手たちももうね前を向いていますので、うん、私たちはもう応援するばかりです。楽しみです、はい、そしてアウェー3連戦の初戦に向けて思いを一つにして選手たちにエールを送るために、うん、明日の試合開始前午後5時半から YouTube のライブ配信が行われることになりました。現地から選手の声を出したりウォーミングアップの様子も伝えてくれるということです、はい、ぜひこちらもお楽しみに。さて先日我々 MC 陣が選ぶ前半戦のベストシーンというのをお伝えした時に、皆さんからもファンサポーターの皆さんが選ぶベストシーンたくさんメッセージいただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。今日は皆さんが選ぶベストシーンをお届けしようと思いますし、もうビファーレのことをよく知るあの方が選ぶベストシーンもご覧いただきます。誰だろうやはりこの試合は印象深かったようです。21節の京都戦です。豆地さんは攻撃陣と守備陣ががっちり連動、隙のない強さを確信したそうです。楽しかったね。テンション上がりましたね、そしてゴール後にエジガルがサポーターのところに駆け寄ったシーンに感動したという声が多かったです。これは嬉しい一体感18節の松本戦からはこちら。ヒロキさんは初スタメンの加藤ひじり選手からのクロス、徳田選手が合わせたゴールシーンが良かったということです。めちゃめちゃ押しますね。この表情もいい。続いては16節の山口戦です。まずは試合前のこの場面が選ばれました。徳田選手の350試合出場記念セレモニー、お子さんから祝福される姿を見てみんなが微笑みに包まれました。ほっこりしましたよ。山口戦からもうワンシーンは鎌田選手のゴールです。これはベストいいですもん。ディフェンダーを余裕でかわし落ち着いてゴール。美しい。薬指へキスする姿に魅了されました。かっこいいですね。そして松田監督の初陣となった北九州戦です。チームとして生まれ変わった姿をクリーンシートという形で見られた。なるほど。勝てないのかと思い始めた終盤に劇的な、これで勢いに乗れたとのコメントが届いています。そして米田選手のファンという白丸さんは劇的ゴールが最高だったそうですよ。爆発大好きこれ。続いてビビ君もベストゲームを選んでくれましたよ。ほっこりするなこれも。誰かを思う、思いを重ねる、長崎の眺望をおもてなしに、大切な人とその日を迎える。ガーデンテラス長崎ホテル&リゾート。 J2 リーグ、ビファーレン長崎 VS FC 琉球、
9月4日土曜トランスコスモススタジアムで午後7時キックオフ。スタジアムでおうちでビファーレン長崎を応援しよう。オンラインだと不安だからお店に来たの。みーかーサポートするんだ。ちょっとお願いします。お店で安心。ワイモバはお店で安心サポート頼もしい。夢たちのお金会議。メキシコ旅行行けそうにないな。プロポーズするのも正直厳しいよな。指輪からだもんな。俺は車が欲しいっていう夢なんだけどさ。おっ、びっくりした。あれ、この結婚するっていう夢っていうか俺いいとこまで来てんじゃない。俺も実は目標の半分まで来てたりさ。俺のもあんじゃん。見えるか。素晴らしいね。いいね。意外と溜まってる。夢までの距離が見えるお金管理アプリウォレットプラス。今シーズン印象に残った試合、今度は選手のそばで熱い戦いの様子を見てきたビビ君が振り返ってくれましたよ。ビビ君が選ぶ印象に残った試合は、じゃん、アウェーの北九州戦です。お出かけだ。ミクスタでタポさんたちと一緒に応援できて、ヒランさんにも会えて嬉しかったです。そうですね、ビビ君、この日は2021シーズン初めてのアウェーのお出かけで、仲良しのギランさんにも会えて嬉しかったですよね。試合が終わってからも嬉しいドキドキが続いていました。ビビ君、この日から町田監督が指揮を取っての試合で、すごく応援頑張ってましたね。僕は控え室からピッチに向かうところでスタッフさんとお手手をつないでぴょんぴょんしました。0対1で勝利したということで、みゆさんも先日松田監督のガッツポーズのシーンを印象に残ったシーンで挙げてましたが、楽しかったですね。最後までドキドキしてとても楽しい試合でした。そしていつもビビ君が投稿しているインスタグラム、ある日の投稿について話してくれました。この日の僕はひらめきの嵐でした。ひらめさんと母が並んで撮ってます。そうですね、その日の控え室でビビ君のインスタグラムに上げてましたけれど、控え室の窓が本に見えたり、大きい窓だったもんね。天井の穴が、ところてんの機械に見えて、ところてんが落ちてくるんじゃないかというひらめきの嵐の日だったということですね。もしかしたらどこで撮られたかは知らなかったので、北九州戦での思い出だったんですね。ビビ君、そんなこんなでこのアウェイ北九州戦が一番前半戦で印象に残ってる試合ということで、ビビ君がお届けしました。やっぱりもうギランさん大好きなんだなっていうのと、本当です。ところてん食べれたかなっていう大きいところてんができそうでしたね。さて、フィファーレンの新人選手がさまざまな社会連携活動を行っているシャレン、さつき田選手は今年平和記念活動に取り組みました。トップチーム選手の新人研修として若手選手たちが参加した社会連携活動シャレン、その一環として地元長崎出身のさつき田選手はさまざまな平和記念活動に取り組んできました。ドーンと音が来てでした。で、私の方の家の中を一気にその爆風が吹き抜けてしまった。ほんの数秒前の様子と目の前に見た様子がもう全く違うわけね。普段できてたことができなくなったっていうことで、また気づかされた面っていうのは、本当に基本命があればって思いますよね。一つの発する言葉から相手を元気にできることができればいいなとか、なんかそういう基本的なことがきちんとできることが平和にこうつながっていくのかなっていうふうに。その戦争をどういう形で伝えていくかってことを本当に学んで、まず自分の価値をしっかり高めた中で、そういった発信力をまずつけるってことと、
それを、まあ、少しでも多くの方に伝えて輪を作っていくってことが大事なのかなっていうふうに思いましたし、まあ、本当にサッカーができるっていうことは本当に幸せなことだと思いますし、当たり前のことを、まあ、当たり前のように生活できているってことは感謝しないといけないなというふうに思います。トップチームの選手が行った平和学習でさらに平和への理解を深めました。両連の大崎の選手として、そして一人の人間として平和についてできることは、命の大切さ、平和の尊さを発信し続けることと、命や平和について考えるきっかけを多くの人に与えることです。やっぱり伝えるってことが大事だってことを改めて感じたので、その自分たちが世界に伝えていくってことと、伝えることは自分たちにしかできないことだと思うので、それをしっかり責任として未来へつなげていくってことが大事だなと思ってこのメッセージにしました。さらにリーグ戦中断期間にはサポーターと一緒に平和の灯火キャンドル制作に取り組みました。まあ、ちょっとしたことかもしれないですけど、こういったことがその平和につながっていくのかなっていうふうに本当に思うんで、みんなにそういう考え方だったり考えるきっかけっていうのをこう与えれたらいいなというふうに思います。平和について考える時間というのがすごく尊いなというふうに思いまして、やっぱりこういう機会を見つけて子どもたちと一緒に参加するっていうことで、どんどん平和活動が広がっていく、そういうきっかけになればなと思って参加いたしました。応援されるってことは本当にありがたいことで、まあ、その分ちゃんとしっかり自分はプロとして期待とか応援に応えていかないといけないなというふうに思いました。まあ、一番大事なことは一生懸命全力でプレーすることかなというふうに思いますし、たくさんの方々がそれを見て平和についてだったり、まあ、戦争について考えてくれるかなと思うので、まあ、より一層、まあ、本気で一生懸命プレーしたいと思います。後半戦ももう始まりましたけど、これから J1 昇格に向けて盛り上げていくので、今チーム一丸となってますし、まあ、ファンサポーターの方も本気で応援してくれてると思うので、全員で J1 昇格できるように、頑張っていきたいと思います。まあ、リーグ戦これから、ね、盛り上がっていくでしょうけれども、はい、私たちも、ね、サッカーを見られる喜びだったり平和だったり、そういうのも、ね、はい、感じながら過ごしていきたいなと思います。さあ、この後なんですが、ビファーレン長崎から新しいグッズが登場しましたね、みゆちゃん。はい、こちらです。待望の記念ユニフォームが登場です。でもかっこいいですよね。かっこいい、はい。誰かを思う、思いを重ねる、長崎の眺望をおもてなしに、大切な人とその日を迎える。ガーデンテラス長崎ホテル&リゾート。 J2 リーグビファーレン長崎 VS FC 琉球、9月4日土曜トランスコスモススタジアムで午後7時キックオフ。スタジアムでおうちでビファーレン長崎を応援しよう。オンラインだと不安だからお店に来たの。みーかーサポートするんだ。ちょっとお願いします。お店で安心、ワイモバはお店で安心サポート、頼もしい。夢たちのお金会議。メキシコ旅行行けそうにないな。プロポーズするのも正直厳しいよな。指輪からだもんな。俺は車が欲しいっていう夢なんだけどさ。おっ、クリスタ、あれ、この結婚するっていう夢、っていうか俺いいとこまで来てんじゃない。俺も実は目標の半分まで来てたりさ。俺のもあんじゃん。見えるか、素晴らしいね。いいね。意外と溜まってる。夢までの距離が見えるお金管理アプリウォレットプラス。
と新里選手の出場記念ユニフォームが発売されました。こちらです。昨シーズン J リーグ通算500試合を達成した玉田圭司選手のメモリアルユニフォームの特別販売、直筆のサイン入りです。こちら2020年ユニフォームのため在庫に限りがあります。そして J リーグ通算200試合を達成した新里亮選手のメモリアルユニフォームも販売決定です。同じく直筆サインを入れてのお届けとなります。さあ、玉田選手、新里選手からメッセージも届きましたよ。いや、ありがとうございます。嬉しいです。1試合でも多く試合に出てお客さんを沸かせられるようなプレーができればいいなと思います。ぜひ皆さん買ってください。サインかけます。名前でもかっこいいんじゃないですか。長崎で本当にもっと力になって、またこういう記念のグッズ作っていただけるように頑張りますけど、これも買ってください。こちら、はい、どちらもオンラインショップ限定の完全受注生産となります。期間限定の販売なので、ぜひお早めに、詳しくはクラブのホームページでご覧ください。さあ、そしてこの選手のゴールが楽しみということで、メッセージもたくさんいただいています。はい、ありがとうございます。ユージ14さん、名倉選手のゴールが楽しみです。鹿島戦で復帰を遂げた名倉選手がこれから大暴れしてくれること間違いなし、決めて決めて決めまくれといただいています。さあ、そして B さん、皆さん期待していますが、天皇杯で何人抜きしたのってくらいびっくりのベリントンハット選手、名前の通りハットトリック決めてほしいということでいただいています。もうね、1試合2ゴールこの前上げましたからね、はい、楽しみで仕方ない、うん、その他、はい、上中選手のゴールが楽しみです、うん、延期になってしまった金沢戦にはスタメンの予定でしたので、リーグ戦でも出場機会が増えてくれることを楽しみにしていますというメッセージもいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、いよいよですけれど もう明日のゲームを皮切りにアウェー3連戦、アウェーでの3連戦ですからね、あのなかなか現地には行けないかもしれませんけれども、念を送ってね、盛り上がっていきましょう。さあ、それでは1試合1試合私たちも全力で応援して中断明け盛り上がっていきましょう。それではまた来週です。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。